参ります。5秒前4321スタート。7月17日立岩地域で自転車イベント第8回走ってみっぺ南会津が開催されました。もううっかりの皆さん、栃木県のプロ自転車チームのメンバーと参加者が一緒に南会津の自然の中を自転車で楽しみながら走るイベントです。コースは 100km、60km、30km の3コースです。全部で600名の方が参加しました。それではスタート。5秒前4、3、2、1スタート。いってらっしゃい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 。気をつけて。いってらっしゃい。高津江スキー場の駐車場から出発します。60キロ、100キロコースは立岩地域だけでなく伊那地域、南郷地域も走るコースです。南会津町の自然と景勝地を満喫しながら楽しみながらのツーリングとなりました。今回ゲストとして参加した宇都宮ブリッゼン、ナスブラーゼン女子チームの宇都宮ライブガーデンビチステンレは、日本でも数少ない地域密着型のロードサイクルのチームです。日本ランキング1位の選手もいるなど有力な選手揃いでした。ブリッツェンの、はい、増田です。増田選手、改めてここの南会津のコースですけれども、はい、走ってみていかがですか？そうですね、今日も本当は天気が心配だったんですけど、このように最高のサイクリング日和になって、なんていうんですかね、こう本当に自然が豊かなので走ってて本当に癒されますね。僕たちはもう、こう走りながらトレーニング中もですね、こういう自然の景色に癒されながら、体は疲れてるけど心は回復してるっていう感じでいつもやらせてもらってるんで、本当に南会津大好きです。僕たち、宇都宮ブリッツェンはですね、栃木県宇都宮市を拠点として活動しております。地域密着型の初めてのプロスポーツチームのサイクリングチームですね。はい、こういった隣の南会津は隣の県ですので、走ってみっぺ南会津も毎年参加させていただいております。ぜひどこかで見かけた際はですね、お声掛けください。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。はい、チームの名前と。ライブガーデンビッチステンレです。男子のブリッジェンとして地域密着型の栃木の女子バージョンみたいな。女子バージョンです、はい、女子チームですね。はい、はい、ここ皆さんは自転車というかこのプロチームに入ってくる。ここ選手で、私は、はい、マネージャーなんですけど。4年目です。4年目で、はい、3年目にして全日本チャンピオンになってるから。全日本チャンピオン。全日本チャンピオン。3位です。3位。すごい選手がいました。だから4年目で。4年目。今日のコースもそうですけど、景色を楽しめる。あとなんかやっぱ緩やかに起伏もあって。うん、いろんなメニューが組めそう。確かに地元の皆さんにもぜひ、はい、楽しんでもらえるように。来年も来ます。来年も呼んでください。ありがとうございます。来年もまた。はい、どうもありがとうございました。4、3、2、1スタート。いってらっしゃい。楽しんで
100キロだよね、死んじゃう僕100キロ、あ、そっか、あ、60ですか、60、じゃあお気をつけて、65キロ。